先月22日、名古屋市守山区の住宅街で、重さおよそ250キロのアメリカ製の不発弾が見つかったことを受けて、今日午前10時から陸上自衛隊が不発弾を処理する作業を行いました。避難対象区域の外に移動をお願いします。作業に先立って不発弾が見つかった場所から半径300メートルの住民およそ2400人が避難。このうち近くの小中学校やコミュニティセンターには39人が避難しました。今の世の中に考えられないなと思って、こういうことってあるんですね。すぐ裏です。これ戦時中のことだもんでね、どこにあるかわからんいうのが実情だと思うんですけど、作業される方も十分気をつけて安全にやっていただきたいと思います。また作業に合わせて名鉄瀬戸線は栄町駅から尾張旭駅の間で運休となりました。さらに周辺道路が交通規制され、市営バスも迂回運行となり、職員が乗客の対応に追われていました。そして正午ごろ、周囲を囲む土のうから不発弾が運ばれ、トラックに積まれて無事に作業は終了。住民の避難や交通機関の規制が解除されました。撤去された不発弾の信管は自衛隊の施設に運ばれて、後日爆破して処分されます。